はい、こんな感じになります。で、ラー油をちょっと僕がかけます。はい、どうも、アル中です。アル中って言ってもアルコールに夢中っていう意味ですからね。今回はですね、春もっこりということでキャベツですね。ふわっとしたね、新キャベツがね、出回ってたんですよ。今日はもうキャベツ料理だろうと。今回ね、春キャベツの料理なんですけど、普通のキャベツでもどっちもできます。今回ですね、めちゃくちゃ簡単です。電子レンジで作るですね、やみつき塩豚キャベツ、これがねマジでうまいです。電子レンジを使って最高に春キャベツを美味しく食べるやり方を皆さんにお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介なんですけど、まず春キャベツね、だいたい 200g のものです。芯取って 200g なんで 220g ぐらいあればいいかなっていうふうに思います。豚バラが 150g です。あとニンニクが1かけ、あと概要欄に調味料が書いてありますので、そちら見てください。いつもアルコールに夢中ですので、アルコールに夢中なところをですね、皆さんに見ていただきたいな。これ料理関係ないですから、いつも料理関係ないところで飲むシーンをやってるんですけど、皆さんこのシーン飛ばしてくださいね。僕と同じ仲間の方見てください。ということで飲んでいきます。飲まないとテンション上がんないんすよ。乾杯。くぅ、やっぱこれだね。ということでやっていきたいと思います。まずね、キャベツ、まあ、ちょっと芯切っちゃって、ざく切りにしていきますね。こんな感じでざっくりざっくりと、ね、切っていくといいです。こいつはもう耐熱に入れちゃう。僕と同じ味付けにしたい方は測ってくださいね。そんな味はなんか自分で決めるよっていう方は測らなくて大丈夫です。まず味の要になるのが白だしです。白だしね、大さじ1と半分、これね、もう入れちゃいます。はい、そしてごま油がね、大さじ半分だけでいいです。これ入れてください。香りつけていきますね。で、あとおろしにんにく、さっきね、剥いときました。こいつを 5g ね、入れていきます。おろして入れてください。で、黒胡椒 ね思ってる僕は3倍ぐらい入れちゃいます。はい、あとこれ最後に酒と片栗粉を混ぜたものを入れます。片栗粉大さじ1に、お酒大さじ1ですね。はい、これがね、あの全体が絡まって美味しい魔法のタレになりますから、回しかけてください全体にね。はい、そしたら豚バラ肉、これね、でこれぐらい、キャベツと同じぐらいの大きさに切ってください。で、これはあのね、もう覆いかぶせちゃいます。こんな感じで豚バラを覆い潰すように、こんな感じです。で、あとはこうやって蓋して、あの蓋がない方はなんかあのこの容器以外でも全然できますからね。あのプラの容器とかでも全然平気なんで、耐熱容器であれば何でもできます。で、これをこのまま入れて電子レンジで5分20秒やっていきます。これをやっている間は飲んでください。はい、ということで5分30秒できました。じゃあ取っていきたいと思います。はい、こんな感じになります。ほら、どうですか、超いい感じに火取ってません？全部混ぜていくんですよ。で、片栗粉のとろみも入ってますので、これ混ぜていくとね、すごくね、全体に一体感が生まれてるんですよ。で、これね、混ざりました。僕なんかはこのままいただいちゃうんですが、今回はちょっと盛り付けたいと思います。はい、とりあえず取っちゃう。で、ここにおい黒胡椒、パラパラあと何でしたっけ。これはね、あくまで好みですからね。で、ラー油をちょっと僕がかけます。はい、はい、ということでレンジで作るやみつき塩豚キャベツ完成でございます。できましたので食べていただきたいと思います。いただきます。くー、鮮やかでしょ、色が。やば、これうますぎる。いや、これね、炒めより全然うまいですよ。まず豚バラっていうのがレンジ向きなんですよ。蒸しても硬くなんない。これがね、こま肉とかだと結構硬くなっちゃうんですけども、キャベツも春キャベツ使ってるっていうのもあるんですけども、蒸されてですね、すっごく甘みがあって柔らかくなってます。食ってみてくださいよ、これ。こんなうまいキャベツ料理なかなかないですよ。味変換の準備をしていきたい。
塩とごま油の香りが立ってるんで、これレモンいただきます。極上の塩レモンダレになりましたね。レンジでぶち込んで5分半でできたもんとは思えません。くわあ、丸ごとご。おつみ、おつみです。おつみです。いただきます。うまい。めっちゃうまくない？いや、うまいな、これ。めちゃめちゃ好きな味です、うん、これ。キャベツの葉の部分と、ね、芯の部分で食感の違いが出てる、ね、またいいですね。芯の部分はちょっとコリッとしてて美味しいし、葉の部分はクタッとなったところがまた豚に絡んでいいんだよね。とろみがまたいいですね、これ。これね、とろみが一番重要。これがないと一体感がなくなってただの煮物になっちゃう。うまくないわけがないですね。いろいろ試行シリーズとかいろいろやってきて分かるけど、こういう料理大事、うん、手間かけようと思えばいくらでも美味しくできるんだけど、手間をかなり省いて美味しくするって実はすげえ難しいんだよね。これは手間めちゃくちゃ最小限にしてる。これをランチとかで出す店だったら行きますもん。全然定食とかで出せるといいよね。いいよね。めちゃめちゃ最高ですね、うん、冬キャベツとかもめちゃくちゃうまくできるから、ね、電子レンジでやるから、これはね年中使えるレシピですので、皆さんぜひやってみてくださいね。しんねりむっつりしててね、しんねりむっつりしながら作る料理ってなんか楽しそうじゃないし、美味しそうじゃないでしょ。はい、だから明るく作るために、アルコール摂取してきます。